女子バロンドール2024の候補者が発表されている。イングランド代表の3人組、ローレン・ジェームズ、ルーシー・ブロンズ、ローレン・ヘンプが、2024年に最高の女子サッカー選手に贈られる女子バロンドールの候補に名を連ねた。3人とも2023年の女子ワールドカップ決勝でプレーし、ライオネスはスペインに敗れていた。一方、ワールドカップ優勝者で、 2023年に同賞を受賞したバルセロナの MF アイタナ・ボンマティも30人のリストに名を連ね、2022年まで2年連続でバロンドールに輝いたスペイン女子代表 MF アレクシア・プテジャスもノミネートされた。また、なでしこジャパンの中心選手であり、マンチェスター・シティでも重要な役割を担っている長谷川優衣も昨年に続き2年連続で候補者にノミネートされている。 長谷川は2023から24シーズンのウィメンズスーパーリーグ WSL オニーで終えたマンチェスターシティにおいて22試合に出場する活躍を見せていた。なお、受賞者は10月28日にパリで行われる受賞式で発表される。候補者は以下の通り。